エドワルト・フレーゲルエドワルト・ロベルト・フレーゲルは当時、ロシア帝国領であった、リトアニアのビルナ生まれのドイツ人商人、探検家。1869年からリガーでの書店で働き、1872年に、ミュンヘンの商業学校で学びタバコの卸売りに転職し、1875年に、イギリス領であったラゴスで、ハンブルクのガイセルウィッテ商会のファクトライに職を得た。 1879年にベヌエ川を上流へ、それまでの白人の到達地より125マイル、遡った。この時の水路の調査により、フレーゲルは後に、ドイツアフリカ協会より、ベヌエ地区の調査依頼を受けた。1880年には、ニジェール川を、ボートでゴンバまで遡り、ヌペ王国及び、ソコト帝国を訪れ、スルターンからアダマワ探検の安全を保障された。 1882年にベヌエ川上流を探検し、8月18日に水源岸がウンデレであることを発見した。1883年から1884年にもベヌエコンゴ水系の調査を行った。少しヨーロッパに戻ると1885年4月にドイツアフリカ会社及び植民協会からの依頼により、ニジェールベヌエ地域とドイツの交易を開くための施設に、 任命された。オットー・フォンビスマルク校の指示も受け、ドイツによるこの地域の獲得を目指したがこれはイギリスがすでにジョージ・ト部ブマン・ゴールディの国立アフリカ会社の勢力圏として確保していたため、失敗に終わった。フレーゲルは病に苦しみながら、夜ラまで遡ったが使命を果たせず、海岸地方のニジェール川川口のブラスに戻り、亡くなった。ありがとうございます。